いるのすごいじゃん。酔いつぶれて寝てるのかな。酔いつぶれて寝てるかも。中で。あるある。家じゃなくて。これがその地域の人によく知られてる店なんですね。噂のバングー。ママさん、ここにね、あのお世話になってる。はい、いつも。安いんですよ、ここ。そうなんですよ。ね、じゃあ今度ぜひ、じゃあバンブーさんで何かネタを。そうですね、ぜひネタを。ね、頑張りました。バンブーさんでした。はい、ママさんいないんだ。ねえ、せっかくですけど。残念ですね。残念でした。はい。ということで、さよなら。またの機会に。またの機会に。今ちょうど4時ですよ。はい、あ、4時。で1時半から始まったから今2時間半、はい、ほぼ3時間歩きましたね。でしょ、そんなに歩いたのないね最近。万歩計見ないとダメです ね。さあこれだいぶ終盤に来てますけど、はい、じゃあ今日のその立ち合い川のポイントはここで、はい、なんか目印があるんですかね。あ、これにしましょうか。じゃあ、はい、江原町本通り、うん、ここまでやってきました。次回ここのルート歩くときはここからまたこの先を歩いていくと、はい、さあ誰が歩くでしょう。誰が歩くでしょうかね。誰が歩くでしょう。はい。江原町。はい。江原町ってあの前回もちょっとこの辺ちょっと歩いたことあるんですけど、はい、江原焼肉のタレの元なんですか。え、違うんじゃないですか。そうなんですか。なんかそういう説もあるみたいなんですけど。へえ。知らなかった。本当だったらすごいよ。その元々作った時で会社がこの辺にあったみたいな話は。そうですか。そしたらすごいね。知らなかった。この辺。到着。というわけで江原町に着きました。はい、はい、目的地でございます。ちょうど電車来ちゃいましたね。電車でね、はい、はい、電車も行きました。はい、はい、今日どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、というわけでありがとうございました。大門優子です。はい、宣伝になりましたでしょうか。はい、なりました。もう1年ぶりに歩かせていただいて、ね、はい、もう地元だったんでめちゃめちゃ懐かしく。そうですね、はい、後半は特に懐かしい。後半は特にもう話の中に参加しないで周りだけキョロ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 しながら見てましたけれども、はい、こういう今二人咲きという曲で頑張ってます。そしてブログとホームページとあとFM 立川とレインボータウン FM で番組レギュラー番組やってますんで、ぜひそっちの方も聞いてください。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、じゃあこちら最後に。はい、はい、ありがとうございました。ダブルラインでした。はい、ホームページとかありますか。はい、ですね、アメブロにですね、はい、ダブルラインの、ホームページがあります。はい、あとですね、ミクシーの方にも、ダブルラインのコミュニティっていうのかな、うん、コミュニティがありますので、はい、まだね、はい、ありますね。ぜひそちらも、見てみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも今日はあんまり喋らなくてすみませんでした。いえいえ、大住宅と申します。喋ってますけど。あ、そうですか。はい、花江のちぎりで今頑張っていますんで、はい、このカップリングの薄紅桜も7月24日にはカラオケが入るということが決まりましたので、ぜひともね、両曲合わせて皆さん応援していただければと思います。はい、そしてですね、先ほどもやりましたけど、大地豊、6月22日、はい、東京ベイ幕張というところでですね、ディナーショーの方をやらせていただきますので、お時間のある方はぜひ見に来ていただければと思います。僕の方も大地豊公式ブログがありますので、ぜひそちらの方で情報を発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、というわけで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本田です。